最後のお訴えをさせていただきます。どうかよろしくお願いいたします。お集まりの皆さん、また足を止めていただいた皆さん、こんばんは。参議院候補の水岡俊一でございます。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。私はここに立って正直背筋が凍るぐらい皆さん方の思いをもう本当に感じています。皆さん方がこんなにこの兵庫の議席を守るために本当に皆さん方が思いを込めて集まっていただいて、この間応援をいただいたこと、心から御礼を申し上げたいと思います。本当に皆さんありがとうございます。参議院選挙って正直とんでもない選挙です。正直私も何度も自分の選挙、また仲間の選挙、先輩の選挙をやってきました。でも参議院選挙ってとんでもないことですね。この兵庫県全域で選挙するということは、兵庫県全域で応援をいただかないとその議席は得られない、とてつもないことだというふうに思いますが、それだけに重要な選挙ですよね。この広い兵庫県でたったの3つの議席しかない、たったの3つの議席、兵庫県を代表しての議席なんですね。その議席一つ一つ重いな、改めて思うところです。今山尾さんからお話がありました。1つ目2つ目、総理に何か伝言を伝えるだけの議員だ、そんな残念な悲しい話でも、それが現実だから我々は受け止めながら、でも3つ目を渡さないぞと、3つ目を渡さない。皆さんありがとうございます。安倍政治を許さない、あるいは時の政権に対してしっかりと国民の声を、県民の声を伝える、私はそういった仕事をできることにこれほど喜びを得て、そしてやりがいを得てできる仕事があるんだろうかと思うことが、この12年間たびたびありました。例えば皆さん覚えておられるでしょうか、子どもたちが全国で次々に自殺をする、どうなっちゃうんだろう日本は、そんな時に私は野党の人間の一人として総理に言いました。なんで総理、子どもたちが悩んで自死をしようというような時に悩みの電話を聞いてくれる、そんな電話が日本にはないんだ、政府を挙げて24時間子どもが悩む夜に明け方に、なんで電話を設置してくれないんだ、政府の悩み相談朝の9時から夕方の5時までバカな話をするんじゃない、そんな話をして、そうだね、やはり国として子どもたちを大切にしようという話で、それから1ヶ月後に相談ダイヤルができた。私は皆さん方の声を伝えることができた、とても嬉しかったです、とても嬉しかったです。でも皆さん、例えばこんなことを次々今重ねていかないと皆さん方の不安は消えない、消えないどころがどんどん増えている。年金の問題もそうであります。また働いていても働いていても給料が大して上がらない、もうなくしてしまいました。全ては皆さん方と一緒に戦ってきた、全ては皆さん方と一緒にこれからも取り組む、その思いで明日の投票箱閉まるまで
祈りを込めて、思いを込めて、皆さんと一緒に戦ってまいりたいと思います。どうか最後まで皆さん、どうか最後まで皆さん方の大切な奇跡を私に守らせてください。どうぞよろしくお願い申し上げます。